はるかのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、はるかです。今日は平成25年度護衛艦 25DD 10月19日に三菱重工業長崎造船所で命名進水式海上自衛隊をお届けしますね。海上自衛隊は平成25年度護衛艦の命名進水式を2016年10月19日に実施します。2013平成25年度の予算で新型の汎用護衛艦を建造しており、基準排水量は約5100トン、全長151メートル、幅 18.3 メートル、深さ 10.9 メートルです。LM2500IEC ガスタービンエンジン2機、推進電動機2機、最大速力は30ノットです。秋月など平成19年度予算で建造した護衛艦をベースとしながら、対潜戦に重きを置いた艦艇となりますが、これまでの5000トン級の護衛艦と同じく、艦載機として SH-60K 哨戒ヘリコプターを1機搭載します。進水式は三菱重工業の長崎造船所で開催。10時37分から10時50分です。執行者は佐世保地方総監の山下和樹会長です。ネットの反応。北朝鮮が SLBM 搭載の潜水艦を作ったから活躍しそう。ほう、名前なんだろうね。行ってみたいな。これがネームシップになるのか。秋月、村雨みたいに天照、気象、月の名から選ばれるので、名前は何だろうね。募集していたのかな。汎用護衛艦は月、雪、霧、雨、波ときて、秋月でまた月に戻ったから雪かな。雪風がいいよね。あ、海保に使われてしまっていたね。実際どのくらい出るのかは秘密。でも表記は自衛隊発足以来最大速力30ノットのまま。帝国海軍時代からの秘密ですよ。関東大震災の時に戦艦長門がありえない速度で東京に向かったことがあったから。70年以上前の島風が60ノット出したからね。40ノットじゃない？同型艦はこれ含めて2隻か。もっとどんどん更新しないと有事に心配じゃない？日本は独自での造船技術があるんだから迎撃体制を整えてほしい。建造に意外と時間かかるんだね。昔とは偽装が違うんだろうけど。対戦を強化って言うけど、秋月から対空を削っただけじゃないの？ VLS は減ったけど、ソナーが新型になってたり、潜望鏡などの小型水上目標捜索用のレーダーが装備されたりしているからね。気になるのは FCS-3 だけど、ICWI がなくなって単 SAM の同時誘導数が低下するという話が出たかと思えば、秋月型とほぼ変わらないって話もあったりして、最終的にどうなるやら。コスト削減が最重要なのは先進国の軍隊の宿命か。新型でセンサー類を更新するのは今まで通りだから、実質的に能力削減という指摘は免れないよね。日本が米のように同じ型を何十隻も量産して、維持費含むトータルコスト削減や新型建造ではなく、改修で更新費低減を狙うことをやらないのは何か理由があるのかね。作ってからまともに装備を更新されずに30年も耐えるなんて厳しいだろうに。いや、あの国軍事費の総額おかしいレベルだから。OQR4 にした程度で劇的に変わるかな。集音マイク高感度にすればするほどノイズが乗るし、分解能を高めるには限界があるような。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。また、グッドクリックやコメントもお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょうね。